がクエストに関係しそうなダンジョンですか。この辺り一帯は1000年くらい前は違う地名だったらしいんだ。そしてこのダンジョンは昔の地名が付けられている。つまり遥か昔から存在するってことだね。まあ設定上はな。前のクエストで伝承っぽいものが見つかったことがあったし、調べてみる価値はあるわね。よし、進んでみよう。あ、奥に部屋がありますよ。見て、あそこにあるのって聖石じゃない？やったー、ビンゴですね。石が光り出した。プレミアに反応しているのね。神秘的ですね。これで成績は3つ目だ。お待たせしました。お疲れ様、プレミア。さてと、うまいこと結果を出せたところで町に戻りましょうか。あ、町に戻る前に寄ってほしいところがあるんですけど、進めているクエストでどうしても必要な素材があって。まだ時間はあるし、私は別に構わないわよ。俺もだ。素材集めに協力するよ。ありがとうございます。私もいいけど、その前にちょっといい？どうした？ほら、ここにも伝承みたいなものがないかなって思って。ああ、なるほど。前にあったような文章があればいいんだけど。見渡す限りそれらしいものは見当たりませんね。ということは次へのヒントもなしか。地道に歩き回るしかないみたいですね。前から思っていたんだけど、プレミアちゃんのクエストってあまりにヒントが少なすぎる気がしない？まあ確かに。なんていうか、まだ奥があるのにそれを途中で止めたっていうか。途中で止めた？私がどうかしましたか？ああ、いや、なんでもないんだ。じゃあシリカが必要な素材を集めに行こうか。わかりました、行きましょう。リズさん、お見事。ふんふんふん、まあね。了解、プレミア、スイッチだ。わかりました。ナイス、プレミア。どうだシリカ、必要な数は集まったか？はい、手伝ってもらったおかげであっという間でした。それにしてもプレミアちゃんは随分戦闘に慣れてきたみたいですね。だろ、なかなかいい筋をしているんだよ。お茶の子さいさいです。悪口言ってない？違いますよ。でも本当に成長したって感じだよね。戦闘だけじゃなくて雰囲気とかも。初めて会った時に比べたら随分違うわよね。きっとプレミアちゃんのことを思う皆さんの影響ですね。みんなの影響か。よし、今日こそぶっ倒そうぜ。この作戦ならうまくいくべ。ん？プレイヤーの団体だ。10人くらいいるわね。ボスクラスのモンスターでも討伐しに行くんですかね。いや、クエストをやっているんじゃないかな。すごっ、
この距離からよくわかるね。プレイヤーとか NPC ってつい観察しちゃうんだよ。感心感心、そういうとこ武器屋に向いてるわね。なんなら私が師匠になってカジのイロハをみっちり叩き込んでもいいわよ。遠慮しとくよ。ところでさっきの人たちは何？あの NPC のクエストは確か炭鉱高に行って住み着いたモンスターを倒すってもののはずだけど。なるほど、討伐系のクエストですか。炭鉱ということは上質な鍛冶素材が手に入ったりするの？全然、至って普通の素材が手に入るだけなのよ。あれ、リズさんも知っているんですか？その当然、炭鉱が舞台だって聞いたら気になるじゃない。じゃあ効率の悪いクエストなんですね。まあいや、レベルが低いうちは報酬を得ればそれなりの稼ぎになるんだよ。低レベル？なあ、別に高くないけど。でもさっきの人たちかなり大掛かりなパーティーだったよね。簡単なクエストのはずなのに、あの人数って明らかにおかしいですよ。あれ、そういえば考えてみると炭鉱のある場所ってこの辺りじゃないわ。それじゃあさっきの人たちは何をしていたんだろう。あっちの方って何かあったっけ。あの方角は、そうか、わかったぞ。急いで追いかけよう。あ、ちょっとどういうことよ。ネームドモンスター狩りだ。彼らはネームドモンスターと戦うのに NPC をおとりにするつもりなんだよ。 NPC をおとりに？あれだけプレイヤーがいるのに。少し前にアルゴから聞いたんだ。モンスターはかなり高レベルらしい。かなり高レベルって、そんな相手に NPC をおとりにしたら。ああ、だから急ぐぞ。よし、このまま NPC にヘイトを取らせるぞ。いいぞ、 NPC が狙われ始めた。ちょっと待ってくれ。なんだあんたたち今。わかってます、ネームドモンスター相手に。それがなんだよ、 NPC なんだからどうなろうが問題ねえだろ。このゲームで NPC が命を落とすと、その NPC は二度とリポップしないって知ってるの？知ってるけど、ちゃんと同じ役回りで他のキャラがポップするだろ。そういうことじゃなくて、このゲームでは割と効率のいい戦法なんだ。俺たち以外にもやってるやつはいるぜ。それにこの方法ならブルーカーソルにもならないしな。なあ、やっぱおとりなんてやめようぜ。はあ、何言ってんだよお前。だってよ、 NPC だって言っても死んじまったらそいつ二度といなくなるんだぜ。まああまりいい気分はしねえよな。そうですよ、 NPC だぞ。本気で言ってんのか。なあ、あんたたち。なんだよ、やんのか。いや、そうじゃない。あんたたちのやろうとしていることが攻略法の一つなのは分かっている。だから止めようってわけじゃないんだ。ただ俺たちにこの戦闘を手伝わせてくれないか。手伝うだ？ああ、俺たちは別に報酬はいらない。一緒に戦わせてくれるだけでいい。ラストアタックも譲るし、ドロップしたアイテムも全部差し出す。NPC のために報酬もなく戦うのか？そうだ。どうするよ。理由はどうあれ、人は多い方がいい。手伝ってもらおうぜ。わかった、全員を頼んでいいか？了解、任せてくれ。リズたちは側面から、俺とプレミアは正面から攻める。オッケーよ、それじゃ。プレミア、行くぞ。はい、わかり。おい、
そいつも NPC じゃないか。違うよ、仲間。さあ戦闘開始だ。ああ、お疲れ様。そっちもご苦労様。これだけの人数がいてもかなり手こずったね。アルゴさんの話の通り、かなりの強敵でした。お疲れ様。ナイス活躍だったよ、プレミア。はい、お茶の子さいさいです。おい、あんたら。なあ、報酬を渡すよ。さすがに分配された経験値は渡せないけどさ。おう。飛び入りだったけど、うまいこと戦闘が噛み合ったな。おかげで犠牲者はゼロだった、 NPC を含めて。手を貸してくれてありがとうな。おかげで後味の悪い思いをしなくて済んだよ。うん、よかったよ。大した戦い方だったな、あんたの仲間全員とも。また機会があったら一緒に戦おう。オッケー、いつでも声かけてくれ。よし、みんな引き上げよう。 NPC も連れて帰ってくれるみたいですね。ああ、嬉しそうですね。プレミアやみんなが協力してくれて犠牲者を出さずに済んだからだよ。つまり私たちはいいことをした。まあ嫌がられてはいないみたいだったな。戦いを始める前、あの人たちの間でいざこざが起きましたが。ああ、難しい話だな。少なくとも俺はあの剣士の可能性が消されることにな。可能性？例えばさ、俺とプレミアが明日出かけた先でとても美味しい果実を見つけるかもしれない。すごく綺麗な景色を眺めることができるかもしれない。面白い。そうした可能性は誰にでもあるものだと俺は思っているんだ。誰にでもある可能性。そ、まあ、それを勝手な都合で奪うことは俺はしたくないし。だから言い争いをしていた。可能。あ、プレミアにもあるだろ、可能性。私にもある。さ、俺たちも戻ろうか。歩き回って戦闘して腹が減っちゃったよ。はい。 VR の研究として開発されたこのゲームは、いわば人間の都合で作られた世界だ。その世界の NPC たちはみんな AI 化され、限りある命として設定されている。人の都合により作り上げた世界の中で、今の俺は目の届く範囲でしか NPC のことを守ることはできない。だけど根本的に解決するためには絶対に人の力が必要なはずだ。その答えがわかるまでは今はできることをやっていくしかない。